こんにちは、山形県の塩田養鯉場です。今年もね、早いもんでね、あっという間で、まあ、YouTube をね、始めて、いろんな人との出会いがありね、いろんな人にね、支えられてね、やってくることができました。引き続き2024年もね、よろしくお願いいたします。体調を崩す原因になるのでね、この吸湿器の下にいっぱいね、こうカビてね、フサフサってね、白い粉みたいのがついたのがね、ありますんで、こういうのはね、捨ててください。内臓を壊す原因になってね、ガリガリに痩せたりとかね、調子を狂わしたりとかする原因になりますのでね、人間も食いたくないものはね、大切な声にはね、食わせないようにね、してください。廃材燃やして、どんどんね、温めたいですけど、なかなか外が寒いとね、池の水温も温まりにくいですね。まあ、さっきからね、ちょっと今日、出かけるのでね、ちょっと餌を見回って調子が悪いのとかね、そういうのがいないかをチェックしておりますね。餌を与えすぎるとね、ドヨンと泳がなくなったりとかね、糞がね、細かく、そこの方にね、いっぱい沈んでたりとかすると、食わせすぎとか体調がね、悪いとかあるので、そういうのをね、見てますね。鯉のね、調子っていうのは糞に現れますので、こんにゃく状のね、糞が出てきたなと思うと、まあ多くね、出てたら多少はいいんですけども、こういう風にね、そんなに多くはないですけどね、こういう風にミミズ状っていうかね、こんにゃくみたいなね、そういう風のが、出てたら、きちんとね、消化してないね、証拠ですので、体調のいい時はね、水に溶けてしっかりね、分解されて水に溶けるようなね、糞で、まあ、そのままね、ろ過槽の方に糞のね、残りが、吸い込まれて泥に分解されますんで、そういう風な糞でしたら問題ないんですけども、糸こんにゃくみたいなね、多数浮いてると、まあ水温が低いのにね、食わせすぎている場合とか、一旦その時は餌を中止して、様子を見てからまたちょっとずつね、再開してみてください。で、また搭載とかね、そういうような場合は、食わせすぎるとドヨンと泳がなくなったり、縦に泳いだりとかね、まあ大至急ね、餌を止めて消毒するなりね、塩を入れたりとかする必要があります。また搭載の場合、こうやって小見替えですので、脇腹の鱗が立ったりとかよくあるので、そういう風なやつもまあ見ててね、要注意ですね。まあ、あと水質がね、壊れてくるとおぐされとかね、よく発生しますんで、皮膚が溶けていったりとか、水質が悪いと、そういう時はね、消毒薬入れて水のね、ろ過槽のシステムをね、見直すとか、水質の改善が必要になってきますので、その点はね、注意深く観察してみてください。
まあ、そういうところをね毎日の餌やりで見ていって、まあ、調子が悪くないかとかね、死んでるやつとかねいないかとかね、対処できるようにだけしておりますね。また2024年もね、皆さんにねいい年がね訪れますようにね。それではね皆さんね、さようなら。